どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、またデュエルリンクスラジオのお時間でーす。さあ、本日のトークテーマはこちら、聖騎士ガンメタカードまとめ。聖騎士多すぎん、あと強すぎん。皆さんは聖騎士というデッキご存知でしょうか。あまりにも強い、あまりにも理不尽なね、あの先行制圧ムーブをしてくる聖騎士デッキなんですが、デュエルリンクス内では何と呼ばれているかっていうと、あの、サシュービートと、呼ばれておりまして、ほっとくとサービスが終了するレベルで強すぎるっていう意味を込めて、サシュービートと、呼ばれております。皮肉込みで。で、この聖騎士デッキガチで強いんで、今日はこの聖騎士デッキをなんかメタれるカードをちょっと考えてきたんで、ちょっと私なりに発表していきたいと思っております。早速ね、聖騎士ガンメタカードご紹介していきましょう。まずはやっぱりね、王家の眠る谷ネクロバレ、こちら直接メタっていうわけではないんですけど、装備し直し、例えば聖騎士の装備魔法って破壊されるっていうか、墓地に送られるともう一回装備できるとかっていう効果あるじゃないですか。ああいう効果を基本的には、ネクロバレって墓地からカードを移動する効果が無効にあるんで、これができなくなると、装備し直しができなくなると。で、墓地からカードを除外することもできないんで、未来、聖騎士のなんか抱く未来みたいなカードあるじゃないですか。除外してなんかデッキから聖騎士特殊化するみたいな、あのカードも使えなくなると。それからギネビアの、墓地から装備するっていう効果、あれも、不発になります。で、サンダーブレイクとかあの辺でね処理される、危険性はあるんですけど、あれが引けてなければ結構ネクロバレに残ることは割と多いので、なので、例えばですね、イレアルデッキといえばバランス系のデッキだったら多分入ると思うんで、剣闘銃とか、ガジェットとか、豪気とか、ああいうデッキは結構無理なくね、採用できそうな気はする。はい。DD クロー。これもね、1枚除外なんで、そこまでね、ガンメタっていうほどの、カードではないんだが、墓地なら何でも除外可能なんで、例えば、未来をね、除外して展開力を落とすとか、あとギネビアを除外して、困らせるっていうことは結構強いかもしれないね。最初、基本的に初動って、聖騎士モールドレッドを召喚して、でボールス特殊召喚してボールス、レベル5にしとくみたいな感じの効果なんですけども、それをギネビア除外してあげれば、4とこになってエクシーズできないとかね、そういうことが起きそうなんで、ワンチャン結構採用できるカードなのかなと。で、ディディクローがね入るデッキであれば、例えばサンダードラゴンとか闇属性なんで手札からペッて捨てて、レビオニアのコストにしたりとか、できるんで、結構そういうデッキであれば積極的に採用していくのは良さそうに思います。アンデッドワールド DNA 改造手術、これはね、聖騎士って大体全部の魔法戦士族じゃないと装備できないんですよ。なので、ちょっとカリバーンっていう EX カリバーンっていうやつは確か戦士族じゃなくてもいけるみたいな感じの効果あった気がするけど、大体今デュエルリンクスにある装備魔法は全部戦士族にしか装備できないっていうね、効果なんで、戦士じゃなくしてあげれば装備全部外れるんですよ。装備できなければね、結構ね、展開もできないし、あと効果も、そこそこ使えなくなったりとするので、なので、これはね結構強いと思う。で、聖剣がねついてないんで、毒球部隊とかそういうのでも破壊できるようになったりとか、サンダーブレイクとかでも破壊できるようになったりとかするんで、種族操作のね影響が少ないデッキであれば、なんかアンデッドワールドとネクロバレーガンズみたいなことしたら、聖騎士はガンメタできると思う。バランスにして。多分豪気とかですかね、今の環境デッキの中で言えば。豪気とかになんか、アンデッドワールドとネクロバレーガンズミして、なんか、ビートダウンしちゃったら、結構勝てそうな気がするんだけど、エアプランだけどね。はい。ちょっと皆さんもぜひね、試してみていただきたい。スキル、ハイオールゾンビ軍団。これもね、結構強くてですね、フィールドと、墓地のモンスターが全部アンデッドになるっていう効果なんで、実質アンデッドワールドなんですよ。なので、コズミックサイクロンとかぶち込んで、スキル1000、減るとね、使えるスキルなんで、ハイオールゾンビ軍団にして相手の、聖騎士の装備をバチコッと外すというね、そういうことができます。はい。このスキルとっても優秀です。これもね、なんか種族操作、されても関係ないデッキであれば、影響ないデッキであればいいと思うし、
なんかこのスキルであればなんかどんなデッキでもね採用できると思うんで、なんか困ったらコズミックサイクロンとハイオールゾンビ軍団にして、あのスキルどうでもいいデッキだったらね、にして、なんか急にハイオールゾンビ軍団って発動したら聖騎士えってなるからこれぜひね皆さんもねランク戦で試してみていただきたいなというふうに思ってます。先行吸い込むマジックミラー、これはフィールド墓地の光属性のモンスターの効果が発動できなくなるんですよ。つまりまあモルドレッドとかボールスとかはもちろん発動できなくなりますし、全てのエクシーズモンスターが大体光なんですよ、あの聖騎士って。だからエクシーズモンスターも根こそぎね、あの効果無効化できるっていうことで、これめちゃくちゃ強いです。はい。でアルトリウス と、コルネウス、まあ、光だし、あとトリスタンも光ですよね。だからトリスタンも無効化できます、強い。で相手は多分ね聖剣とかガラティーンとかつけてぶん殴るとかくらいしか多分回答なくなるんですよ。まあ一応トラップカードがね、因果切断とかサンダーブレイクとかは積まれてると思うんで、聖騎士今のね、あのテンプルデッキなので、まあその辺で処理するっていう、まあ、あの方法はあるかもしれないですけども、自分のデッキに影響がないのであれば、あのこのカード絶対1枚入れるべきです。あの聖騎士デッキをメタれるプラス、なんとこのカード聖眼もメタれちゃうんですよ。ブルーアイズも、ブルーアイズと聖騎士両方ともなんか要は環境トップメタれちゃうんだったら入れとくだよねっていうことなんですよね。だからこれはね、持ってたら入れてほしい。アーリーオブジャスティス DD チェッカー、これが最強ですよ。これ最強、あの実質聖騎士の特殊召喚封じ。これね何が強いかっていうと、ブルーアイズの時にもやりましたけど、ブルーアイズにも刺さるんですよねこのカード。だからブルーアイズと聖騎士両方とも打たれるんで、DD チェッカーと先行スイープマジックミラー入れた、デスペラーデッキとかだとなんか結構強そう。まあちょっと光属性だとミスジャッジとか止めちゃうんで、まあ、あのそれはまたちょっと若干相性悪いかもしれないですけども、 DD チェッカーはマジで強い。聖騎士の、未来からの特殊召喚、あちなみに DD チェッカーっていうのはね、あの光属性 あのモンスターが特殊召喚できないよっていう効果なんですけども、未来の、墓地から除外した特殊召喚の効果とか、エクシーズ召喚とか全部ほぼ止めることできるんで、あとモルドレッドもね、効果実質死ぬんで、かなり強い。これは環境メタという意味ではね、デスペラードめっちゃ強いと思うね。だからね、これあの闇属性機械なんで、この人非常にね強力なモンスターとなっております。そしてまあこれコズミックサイクロンはね、あの言わずもがなかなと思いますね。使いどころが非常にちょっと重要なんですけども、まあ、装備を外してあげるとね動きが止まることがよくあるし、あとあの破壊しちゃうとまた墓地から蘇ってくる装備の方がすごい多いんで、まあ、コズミックサイクロンでバチコリと除外してあげると、まあ、結構展開を妨害できるといったところ。ギネビアかなんかをね除外すると一番ねなんかね相手結構困るんじゃないかなと思うんで、ギネビア除外とかは結構おしゃれプレイとしてはありかなと思ってます。あとはなんかマーリンのねあの効果にチェーンしてコズ打つとなんかエクシーズできないとかあるんで、はい、そういうのもありますね。まだ月の書カナディア底なし、まあ、この辺はなんか言わずもがなかな、まあ、裏にしちゃえばねあの装備外れるし効果もつけないってことで、月の書カナディア底なしあたりはかなり強いと思います。はい。月の書あたりは自分のあのモンスターも一応守るっていう役割があるんですよね。あの相手の因果切断とかから守ったりも一応できるんで、まあ月の書とかの方が強いような気はするけどな。まあカナディアとかはねあのモンスターとしてあの蘇ってくるんで壁になってくれるっていうのもあるんで、まあその辺はちょっとデッキの中のカードと相談していただいて、まあ入れていただければいいんだけれども、まあ基本的にその裏返すカードは大体強いですわ。あとやっぱこれだね、因果切断サンダーブレイク天罰を先行で伏せる。聖騎士デッキって先行めっちゃ強いんですけど、高校ちょっと辛いんですよね。高校で要は高校取っちゃって聖騎士がで先行で因果切断サンブレ天罰なんか伏せられてて、初動の展開を止められてしまうとちょっと若干あの3ターン目でのワンキルされる率が高くなるっていうのがあるので、まあここを先行で伏せておくと結構聖騎士は動き止まると思いますんで、まあまずはじゃんけんに勝って先行を取って、で因果切断とかをセットしておくっていうのが、まあ基本的なね、そのどんなデッキに対してもなんですけども、メタになるっていう感じですね。はい、以上です。今回ちょっとバーっとね早口で説明しましたけども、ぜひですねアンデッドワールド DNA 改造手術あたりはちょっとね試してみていただきたい。俺もエアプロ段階なんでちょっとどんな違いか分かんないんだけど、理論上めっちゃ強いと思うんですよ。はい、なのでちょっと聖騎士ガンメタデッキちょっと作ってねご紹介していきたいなとまた思いますんで、その動画もお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。